30秒でわかる4月26日対巨人戦の結果、大竹さんの登板予定でした。阪神のオーダー、2番梅野。巨人のオーダー、戸郷投手は打てへんよ。巨人は初回岡本選手のタイムリーで1点を先制。3回に西さんをボコり、巨人は4点を追加。実質島田くんのミスからの失点はほんまにきついな。ただ阪神は照ノ1号かつ甲子園第1号のソロホームランから、鍋よ近本さんのタイムリー等で1点差に詰め寄る。島田くんナイスランキナミサー鍋よ近本さん。8回に長野選手のスリーランで巨人は阪神を突き放す。なんで？私はテルのホームランと及川くんが頑張ったの見られたから満足。阪神は8対4で負けたぞ。まだ貯金あるから。以上、ナスの野球やらチャンネルでした。